三作坊町は、かつて、静岡県岩田郡に存在した町。静岡県西部の北園と呼ばれる地域にあった。2005年7月1日、周辺住市町村とともに、浜松市へ、編入合併され消滅し、2007年4月1日に、浜松市が、政令指定都市へ移行したのに伴い、天竜区の一部となった。浜松市への合併時。 合併前の三作母町の区域をもって、地方自治法第202条の4に基づく三作母地域自治区が設置された。同地域自治区は2012年3月31日をもって廃止。静岡県西部地区の北部に位置する山深い地域である。天竜川の支流三作母川に沿った形で人家が存在し、中央構造線に沿う盆地になっている。 JR 飯田線三作母駅と甲子城駅付近の神原、三作母、甲子城集落が町の中心地である。ここに三作母町内の公共施設、商店、人家のほとんどが集まっているため、人口の少なさと高齢化率の高さの割に活気がある。赤石山無役の南霊に位置するため、静岡県では数少ない豪雪地帯である。三作母側に沿った形で、 国道152号が付設されており、北園から稲地方へ通り抜けることができるが、拡幅やトンネル加工時は、逐次進んでいるものの、やはり山間の険しい斜面を切り開いたアイロが多い。特に、三作母以北の稲地方への道は、中央構造線付近の軟弱な地盤もあって整備が遅れており、交通量の増加は見込みづらい。特に県境の国道は、 青崩れ峠によって分断されている。近年では、三円南新自動車道として一度は整備された草木トンネルに代わり、青崩れ峠道路が事業化されており、園州と新州を結ぶ新たな交通路として期待されている。飯田線でならすぐの佐久間城中部、佐久間集落、国道152号沿いに三佐久保川の下流になる、佐久間町上西集落、 および天竜川に合流してからの下流である、天竜市や浜松市中心部との結びつきが大きい。なお、佐久間町、天竜市も三作母町と共に浜松市と合併している。奥まった場所だが、警察署、タクシー会社がある。また、大和田駅、大嵐駅など、飯田線沿いの集落から三作母、甲子城集落へ買い物などに訪れる。中央構造線に多い変成岩の一種である。 両家編成岩や、遠く、九州まで続く広域編成隊、両家編成隊の名は、三作母町内にある、奥両家の地名から取られている。高根城原始時代では、縄文時代の遺跡として、神原遺跡や甲子城遺跡などがある。新州と遠州を結ぶ潮の道が古来より通っており、宿場町としての風情は、今でも保たれている。 709年創建の山積神社など歴史ある神社も見られる。719年に僧の行記が未作坊を訪れたのをきっかけとして祭礼が始まった西の浦の田楽は国の重要無形民族文化財として現在も続いている。中世には地方豪族の奥山氏によって高根城が作られた。高根城をめぐって 海の武田信玄が、正常作戦の際に峠を越えて、遠州に進行したとき、高根城を改修し、武田軍の拠点にしたと考えられている。江戸時代から、周知軍両家村水久保であった。三作母町民族資料館三作母町立三作母、小学校三作母町に、高校はない。最も近い高校は、岩田軍佐久間町中部の静岡県立浜松。 古北高等学校作間文校。教会特例で、愛知県新城市の高校へ、通学可能で、実績もある。阿南高校など、長野県南信の公立高校への教会特例も、あったが、近年は、通学実績が皆無の状態。山爪神社 JR 飯田線、三作坊駅大嵐駅は一こそ、三作坊町内であるが、すぐ対岸の愛知県と山村の玄関口の色合い、 また、小和田駅は、秘境駅の一つに数えられ、この駅までの車道はなく、人が在住している家屋も、小和田集落には、すでになく、最寄りの人家までは山道を徒歩で、約1時間である。一般国道県道三作母発電所三作母町では、中部電力株式会社が電気を供給していた。同社が発足するのは1951年であるが、それ以前、大正から、 昭和初期にかけては奥山伝統株式会社という電力会社が町内に存在した。奥山伝統は三作母町での電気事業を目的に設立された。資本金は1万5千円で事務所を奥山村奥良家に設置。奥山村と隣接する常生村を供給範囲として1919 19年1月に開業した。発電所は 奥山村寺東片あざ川島にあり、天竜川水系の河内川を利用する、出力2 5ットの水力発電所であった。その後需要増大に対処するため、1929年に発電所は150メートル下流に移設され、出力も4 2ットに増強された。奥山伝統の1937年末の企業データは以下の通り、戦時下に、 電力の国家管理が推進されると、小規模電気事業者の統合が推奨されるようになった。この流れを受けて奥山電灯は1939年4月に事業を中央電力に譲渡した。その中央電力も配電統制により3年後の1942年に中部配電へ統合されている。奥山電灯が建設した三作母発電所は、 水路の損傷がひどくなったため中部配電時代の1945年9月に運転を休止し中部電力移管後の1952年10月に廃止された太平洋戦争後の事業再編に伴い1951年に中部電力が発足すると三作部長は同社の供給区域に組み入れられ現在に至っている 中部電力三作母発電所の廃止後の1969年6月、町内自童型の三作母川沿いに、電源開発三作母発電所が建設された。最大出力は5万キロワットで、水久保川支流の途中側に建設された、三作母ダムなどから取水している。注釈出店。ありがとうございます。